皆さんこんにちは。今日は12月6日の宇野塾通信をお送りしています。この記事は昨日に引き続き、11月19日のエコノミストの記事で、北朝鮮を中心に米中がどういうふうに今後動いていくか、ここに韓国も出てきますけれども、そうした話の続きをします。結果としてはなかなかうまくいかないでしょうということですね。昨日の段階では、中国は北朝鮮を例えば核をやめるというよりも、今のまんまにそっとしておきたい。で、北朝鮮が崩壊することを恐れています。崩壊すると、南北統一するでしょうし、そうすると中国では今度アメリカとのやり取りでやりにくくなってくるということで、中国は北朝鮮を今のままそっとしておきたいというのが、腹にあります。ですからアメリカが要求するような核の廃止ということに対しては関心を持っていないというのは昨日の記事でしたね。で、その続きを今日はその話をしようと思います。アメリカ政府の対応が北朝鮮の申し出に対して不適切だと言っていることが問題なのではないと。中国はアメリカの外交の行き詰まりを責めていて、2019年2月にトランプとキム・ジョンウンとの会合が何の成果もなく終わってしまった、このことが問題だというふうに中国は思ってるんですね。要するに、その何らかのこう条件でもって合意していれば、それなりに北朝鮮はおとなしくしているだろうというのは中国の思惑だったわけですね。で、中国の指導者が考えているのは、アメリカが冷戦的な発想を持っていて、北朝鮮が核兵器をやめるということを全く信用せず、アメリカがね、北朝鮮の情報に対して制裁を緩めなかったことなんですね。で、政府の調査機関のリーナンは、新たな朝鮮危機があっても実質的な米中協力は期待できないと言った。それは今さっき申し上げた米中の思惑の違いがあるからですね。アメリカは北朝鮮に譲歩しないし、中国は北朝鮮にこれ以上の圧力はかけたくないんですね。で、中国の高幅は北朝鮮の要求に対してのアメリカの拒絶は陰謀だと見ている。これらの要求は制裁の解除と韓国の軍事演習の中止であるんですけれども、トランプはこの演習は費用がかかりすぎ挑発的なので今はやめています。で、中国人の学者が言うには、中国は核武装した北朝鮮の現実があり、地政学的な利益の釣り合いを取らねばならないと言っていて、これは地政学的利益の釣り合いというのは、要するに北朝鮮を そっとしておくというか、刺激することによって挑発してこないようにしようということで、釣り合いと言ってるんですね。平和への進展はアメリカが北朝鮮の情報を崩したから止まったのだと言っている。ですから、アメリカが朝鮮半島から去らないのは、アメリカの長期的な目標は中国を封じ込めることだからだというふうに中国は思ってるわけですね。で、アメリカの朝鮮の専門家は中国の動機に懐疑的だ。バイデンの移行チーム、これではこのエコノミストはいつもバイデンを支持してるんですね。別にこれエコノミストだけじゃないんですけど、なんかちょっと日本はどちらかというとアメリカの受け売りですけど、フォックスニュースも最近バイデン寄りになってきたんですけども、マックスニュースっていうのはニュースマックスと出てきてね、やっぱりトランプ寄りのニュースも出てきたんですが、ともかくバイデンの移行チームというふうに、バイデンが当選するという前提でこの記事書いてますけど、実際には多分トランプが勝つと思いますね。ですけど、ここではそう書いてるんで話を続けていきます。バイデンの移行チームにいる元 CIA の次期政権の考えとは違うが、アメリカが北朝鮮との話し合いに行き詰まっているので、中国はこの地域の支配をしようという目標を進める機会を模索している。で、韓国とはアメリカの議論において、中国は同じような潜在的な利益を得ているというのは、アメリカが駐留軍の費用を今の5倍払えと言ってきたことだ。だから韓国は払いたくない。だからどちらかというとアメリカ軍を追い出そうというのが今 の韓国の政府の考えですよね。中国は金正恩を抑制するのではなく、元気づけることがその意図だったから、韓国と中国は金正恩に対する対応というのはあってるんですね。で、アメリカの北朝鮮担当であった元諜報機関の人が言うには、
新国から引き出せるものには必ずと思う限界があるという認識に至ったというと、まあ、そういうことですよね。ずれてますから、北朝鮮にミサイルのテストをやめろと圧力をかけることは中国が最もやりそうなことだ、テストの一時的な停止には意味がないことだというふうにアメリカは思っています。テストの休止は中国と協力したとは言えないということで、まあ、休止というのは、まあ、あまり意味のないことだと言ってもアメリカは思っています。北朝鮮はアメリカの次期大統領を調和するだろう、共和党にバイデンは中国と北朝鮮には弱腰だと言われてきている、そうした危機はアメリカの中国との結びつきをテストするだろう、歓迎すべき結果をもたらさないだろうということで、バイデンになったら中国に対してはトランプのような対応を取らないだろうということを言ってるんですね。まあそうでしょうね。やっぱバイデン中国と、まあ、裏取引いっぱいやってますからね、まあ、そういうことだと思います。まあ、バイデンにはならないんで、今までの同じような行き違いのまま継続するでしょうね。ただ北朝鮮に対してやっぱりトランプもですね、核排除しろってもともとしないと思ってるんでしょうね。ですからまあ多分ね、基本的には中国と一緒でそっとしておきたいっていうところじゃないですかね。だから思うところは多分同じだと思います。北朝鮮みたいなところに構ってられないっていうのはトランプの本音ですね。あんまり刺激しないようにじっとしておこうと、で中国にそれを協力してそっとしておこうねっていうのが多分アメリカの思いですから、中国の思いと多分一緒だと思いますね。今日はこれで終わります。